スはどこでしょう。正解はバスでした。わかったかな。さあよし、今日はね、じゃあマネキンごっこも、そうね、マネキンごっこもちょっとそろそろ終わりでしょう。目線が気になるけんね、みんなのね、ね。アクセサリー欲しいよ、なんかね、欲しい。おすすめとかありますか。おすすめが猫耳。かわいい。これ2種類。あ、待って、キラキラ。え、待って待って、でもこれさ、ほら、同じや。洋服の柄と一緒。で作ってるので、合わせてつけられる。あ、つけてみて。これはウサギの耳を。そうですね、耳とそのっぽい感じで。これなんていう名前を書いてるの。これはですね、これがタネラック柄って言うんですけど、タネラックカチュームって言うんですね、今は。カチューシャしかない。カチューシャとボヌが混ざってカチュームって言うんですね。へぇ、私も聞いてびっくりした。詳しいじゃん。やるじゃん。変わるって。キャー、私も鏡チェック。こんなの初めて見ましたもん。いっぱいついてるので、1個でかなりボリュームがある。ボリュームがある。すごい。でもこれは、これパステルカラーに入るんですか。これがビビットカラーになります、ね、やっぱり今年はやっぱ夏だから。そうです、夏はちょっとネオン系のカラーがトレンドなので。おー、勉強になります。勉強になりました。じゃーん、今久米さんと思ったでしょ。でもなぜだろう、なんでこんなにイメージが違うの。なんでインナーがあると幼く見えるんじゃない。そうね、夏可愛い感じだね。そう、可愛い感じだね。夏はインナーなくても全然これでも。そうですね、このままでもいい。可愛い。え、じゃあいろいろ着方があるんですね。この一着でもインナー着たり、上も羽織ったりもできます。羽織ったりも大変できる。いろいろ着回しができるよ。着回しいいな。着回ししない。じゃあまた今度この格好で着回し見せてね。はい、ちょっと私が頑張る。私でいいの。頑張る、ちょっと頑張る、頑張る、頑張る。次に着たい。次に着たい。相互着たいよ。